チェユキヨコチュンのハッピーライフチャンネル。はい、ということで今回はですね、おはガチャ365日スタートということでね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ本当に365日なの？やりますまあ、優勝席買うときって、で1万円入れると150何個もらえますけど、うん、優勝席ってその中の60何個だからね、確かね。そうだね。1回買って、2ヶ月。2ヶ月。2ヶ月分。で、これちょっと見ていただくとわかるんですけど、ピックアップ複数来てると、2回引いてるときもあるんですよね。この前、すごかったじゃん。すごかった。ひどかったね。バレた時。3つとかあったときもあったからね。まあ、そのときはね、引くのと引かないのとちょっと分けてるんですよね。うん、はい。はい、その結果はとりあえずこんな感じになっております。1月20日からスタートしてるのね。はい、うん、2月の19までですね。1ヶ月分ペパイスティオン引けてるね。23日1月のね、引けましたね。28エレちゃんじゃん。そうなんだ、エレちゃんで、ね、これで星ホーグ5かな。おめでとうございます。ありがとうございます。だってエレちゃんの時ってエレちゃんってイシュタルが来た時だよね。そう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 、だからほんと2日間ぐらいしかなかったからよく引けたね。そうそうそう、マジで偶然だよこれ。でその次の週がナタちゃん、ナタちゃんも来て、ペンティスさん、ペンティスさん来て、でも結構星4も引けてんだね。星4引けてますね。ただあれだね、次の週が何も引けてないっていうね。次の週結構ひどかったね。そうだね。金枠1個以上連想が来てますけど。そう、マーボーとかね。そう、マーボー、マーボー、マーボー来てもな、新しいよっつって。お弁当とかね、お弁当とか入っちゃってる、先ほど。でも次の週がすごいね。ニキチッチ。そう、ニキチッチ初ですね。うん。マリーちゃん。マリーちゃん。ニトクリス。ナーサリー。この週すごいね。この週すごかった。星4めっちゃ来てた。4体来てるじゃん。こうやって集計すると面白いね。結構ね、意外と引けたんだな、みたいな。一応、全体のね、この表の、確率みたいなのあるんですけども、今回、星4サーバントが7体引けてまして、ガチャは全体で41回引いてますんで。割合で言うと星4は 17% すごい、ね、相当引けてるよ。すごいじゃん。星5は1体だけ、さっきのエレちゃんだけでした、うん、なんで 2.4% だって、普通のガチャだったら 1% のうちピックアップ 0.8 だからね。 0.8% だからね。だからこう見るとおはガチャ結構ありだなっていう感じがしますね。こうやってデータ取っていくと面白いね。面白い面白い。一応これ全部最後集計して1年間で本当に入った。そうそうそう、星5は何パーとかちょっとやろうと思ってますんでね。今回は、1月は勝ちだったかなと言ってしまうと。なるほど、ね。勝ちだね。星5いったら引けるもん。引けてるから。うん、ね、2月20以降はまた分かんないね。楽しみだね。出ないのかなみたいな。そう。はい。とりあえずこんな感じですね。まあでも、ね、意外に引けるもんだね。本当に星4とかもね。なんかおはがちゃ引けるのか引けないのか、本当に疑問で俺の中で。当たんねえんじゃねえのってずっと思ってたんですけど。7体でしょ、だって星4。そうそう、7体。で星5いったでしょ。星5いったで、うん、十分勝ちにするこれはかなりいいですよね、うん、まあ、優勝席ね41個使ったわけですけど、うん、44連でこれだったらすごいよね。全然だよ、44連で。横地なんてペファイフィストも持ってないし、ニキチッチも持ってないんだよすごいよ。俺もこれで引き返しなかったら出なかったですからね、うん、すごいすごいっていう感じですね。いや、星47体は俺も引いたことねえな、それは。7体はすごいな、確かに。うん、星5は引いたんだけど。それの方がすごいよ。おっと煽られてんのかな、これ、ね。でもまあ、こうやって今後もね、はい、1ヶ月ごとにこう、測ってくるのちょっと面白いかなと思います、ね。確かに。また来月もまた上げていきますんで、またご覧いただけたら嬉しいです。はい、いや、いいね。うん、ぜひ、お楽しみに。はい、よろしくお願いします。はいはい、この動画面白いと思った方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ツイッターの方やってます。皆さんフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回にありがとうございました。ありがとうございました。ゆうへい頑張れよ。意外に弾けんだね。